A チャンネルは黒田 BB による漫画作品である。A ちゃんと略されることもある。法文社の月刊雑誌、漫画タイムキララキャラットにて2008年10月号からのゲスト掲載を経て2008年12月号から2021年1月号まで連載された。漫画タイムキララキャラット2010年12月号にてテレビアニメ化が発表され、 2011年4月から6月まで放送された。また、2012年と2017年には OVA も制作された。漫画タイムキララキャラットの掲載作品としては初めて最終回掲載号で表紙を飾った作品である。原作者の黒田 BB は女子の学生服を描けるので学園物の作品にしたいと考えていた。そんな中で、 学園物の A チャンネルは誕生した。A チャンネルは基本的に4コマ漫画が集められた作品である。しかし、単行本には4コマ漫画ではないストーリー漫画も掲載されている。また、黒田 BB は、他作品の挿絵も引き受けて、イラストレーターとしての活動も行っており、本作の余白にもイラストが描かれている箇所が見られる。なお、単行本語館までは、 余白にイラストや4コマ漫画の補足にあたる絵などが書かれていただけであった。これに対して2015年に発行された単行本録館やそれ以降の巻では余白には5巻目までと同様の内容に加えて他の4コマ漫画とは関係性の薄い1コマ漫画とも言える漫画も掲載されるようになった。2016年には 連載が長期間にわたって続いている関係で、作者自身が過去に作品中に描いた内容を忘れ、過去に描いたネタと同じネタを新たに思いついたネタであるかのように錯覚する事態が起きていることを明かした。作中では、ルン、トール、ユウコ、ナギの女子高生4人を中心に、その日常が描かれており、後日のテレビアニメ版のキャッチコピーにも、 女子高生4人のハイスクールライフといった言葉が含まれる。具体的には、ルンを筆頭とする登場人物が日常生活の中で放つ数々の天然ボケに周囲の人間が突っ込むギャグなどが展開されている。他にも年齢が一つ下のトールの同級生のユタカ穂ミホが登場し、この6人で一緒に遊ぶ場面も見られるように連載が進むにつれ人間関係に 広がりが出てきた。なお、主役のルンは、もともとは少しドジな、不思議なキャラクター程度にする予定だったものの、描き始めると電波系キャラクターになってしまったと、作者は述べている。その後、OVA の企画会議の際に稽古の登場が決まり、原作漫画にも登場し始めたように、原作の漫画以外が、原作漫画に影響を与えたこともある。登場人物の名前は、 作中では成果などどちらかのみが故障されている。声はテレビアニメ版の声優である。現代の関東地方を主要な舞台とした作品である。なお、作中の年代がいつなのか明記されていないものの、ルンたちが高校2年生以上の段階でスカイツリーが開業しており、展望台にも登れたことが明らかになったため、ある程度ながら年代が特定された。 元ゴンゾ第ゴスタジオのスタッフによる制作会社、スタジオ5組のテレビシリーズ初元受け作品であり、同社が独立する前に制作した、先、先マイナスのスタッフが多く参加している。キャッチコピーは、女子高生4人のキュートでゆるゆるなハイスクールライフ、である。全12話で、タイトルロゴには、A チャンネル A、チャンネルザアニメーションと表記されている。 2011年4月から6月にかけて毎日放送などで放送された。各話で異なる劇中歌を流し、第7話以外ではその際の画面下に劇中歌の歌詞を表示するという演出を行っている。劇中歌は番組公式サイトでも聴くことができる。本作のオープニングテーマ曲を歌った河野まりナは本作でメジャーデビューした。次回予告は 毎回ユタカとミホが掛け合いを行う形で行われ、本編未登場でも次回予告のナレーションで出演している場合は、その回の ED のスタッフロールにクレジットされている。番組ツイッターに書き込んだものを対象に、ルン、トール、ナギ、ユーコのデスクトップウィジェットが番組ホームページで公開されている。BD、DVD すべてアニプレックスより発売された。 限定版特典映像特典 A チャンネルは映像特典として BDDVD に収録された短編エピソードである。アニメ公式サイトにて A チャンネル TV が2011年3月25日から同年7月8日まで毎週金曜更新で計10回が配信された。出演は福原香織、内山由美、隅最子、結城葵。テレビアニメの BD。 DVD 各館にも映像特典として収録されている。また、2012年3月21日には OVA の発売に合わせて A チャンネル TV スマイルとして復活配信された。OVA の BDE、d v d にも映像特典として収録されている。A チャンネルスマイルのタイトルで2012年3月21日に発売された。スタッフは テレビシリーズと同様であった。この OVA の制作スタッフとの企画会議が稽古の登場のきっかけになった。その後、2013年1月には東京 MX にて全2話がテレビ放送された。また、2014年9月には第1話飲みながら東名阪 TBS 系列局と BSTBS で放送された。 以上とは別に2017年に発売された A チャンネルブルーレイボックス用の OVA も制作された。2011年にビッグローブが iPhone&Android 端末向けにテレビアニメ A チャンネルのアプリケーションの配信を行った。アニメ放送開始直前の2011年3月にアニメコンテンツエキスポナイステージで当作品のイベントが開催予定であったものの、 東日本大震災の影響で ACE 自体が中止され、当作品のイベントも中止された。しかし、2011年8月21日に日本青年館大ホールにて A チャンネルフェス、みんなで仲良く A しましょう。が開催された。司会は日本放送の吉田久典アナウンサーが担当した。メイン声優陣6人に加え、河野まりなも出演した。 本イベントの最後に OVA 化が発表された。前日の通り、BD、DVD 第6巻にこのダイジェスト版が収録されている。また、2015年には黒田 BBA チャンネル展が開催され、原作のカラーイラストを中心とした展示が行われた。A チャンネルスマイルに関するカテゴリー。ありがとうございます。